ガラシのショーを始めます。はい、さあそれではそれぞれの台につきましたら、まずは皆様に名前の紹介をしていきます。はい、まずはこちらのチームからです。向かって右側がマコです。はい、そのお隣はセイコです。はい、ではこちらも紹介します。右側がモエです。はい、お隣はジャイコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではこれからアザラシについてお話をします。まずこちらのアザラシ、種類はゴマフアザラシといいます。体にゴマを散りばめたような模様が特徴のアザラシです。はい、さあ、私たち同じく哺乳類の中でも、飛脚類ですとかヒレ足類という種類に分類されておりまして、前足と後ろ足はヒレ状になっています。そんなアザラシの体についてこの後いろいろお話をしていきます。はい、まずは形にご注目です。はい、はい、縦に長い丸太のような体型をしていますので、横には上手に転がることができます。いきますよ。はい、はい、それ、はい、上手に回ってますね。いいはい、しっかり回ってね。はい、さあこの体型はですね、泳ぐときに水の抵抗を少なくするといった重要な役割があるんです。はい、では続いてはお腹側にご注目です。はい、はい、ちゃんとなってねはい、なかなか見る機会ないと思いますけども、アザラシね、哺乳類というお話先ほどしましたけども、おへそがしっかりとあります。おへそはこちらです。はい、アザラシの大きさこちらにありますからね、よく覚えてください。はい、それでは、前足についてのお話をしていきますけども、はい、非常に短い前足をしておりますが、実は、器用に動かすことができます。今日はこちらリングを用意しましたけども、このリングを前足でしっかりと掴むことができます。はい、はい、上手に掴みました。器用ですよ。はい、これだけで終わりじゃないですからね。この後はこのリングを首にかけます。せーの、それ。はい、よくできました。はい、爪の先まで器用となっておりますので、物を掴むことができます。はい、さあそれでは続いてはね、こちらにも注目していただきますけども、はい、先ほどから何度か行っていますこちら、お腹を叩いてすごくいい音が鳴っているんですけども、これは、トレーナーが手を叩くとお腹を叩くように練習して覚えていますね。一見喜んでるかように見えますけども、実は野生ではこの行動、威嚇行動の一つなんですね。怒ってる時なんかにこの行動を起こします。他にもこちらも威嚇行動の一つとなっております。はい、ですがこれ決して、ね、今怒ってるわけではないですからねはい、さあそれでは今度はですね、道具をボールに変えまして、キャッチボール、キャッチボールをやります。はい、さあそれでは行きましょう。はい、まずはちょっと距離をとってこの辺りで仰向けになります。待っててね。ではこのバスケットボールをジャイコに向かって投げます。はい、じゃあ早速投げますね。いきますよ、それ。はい、よくできました。はい、こんな感じで前足を使ってボールを取ることができます。さあ続いての種目も、このバスケットボールを使った種目です。今度はこちらのチームの聖子が頑張ります。聖子はまずはプールの中に入りますよ。そして前足でこのボールを掴んだままプールを一周します。さあ行ってらっしゃい。ここではアザラシの泳ぎ方にご注目です。泳ぐときにはご覧の通り前足ほとんど使っていません。主に後ろ足を左右に振って泳いでいます。アザラシは足がヒレ状になっているヒレ足類という動物ということは先ほどお話ししましたが、同じヒレ足類にはですね、アシカの仲間も含まれます。さあアシカはアザラシとは異なり前足を羽ばたかせるようにして泳ぐんです。アシカとアザラシ、こういったところで見分けることもできます。さあそろそろ一周ですよ。はい、よくできました。はい、よくできました。それでは使ったボールも自分で戻してもらいます。さあこっちですよ。お、いいですね。最後までバッチリです。はい、上手でしたね。さあ今の聖子の泳ぎ随分とゆっくりしていましたが、
ゴマフアザラシは本気を出せば時速20キロほどで泳ぐことができます。はい、続いての種目、そんなアザラシのですね、瞬発力の良さや動体視力の良さを生かした種目です。今度はお隣のマコが頑張ります。さあマコ、まずは距離を取りますよ。そして私が持っているこの5本のリングを首にかけて取っていきます。さあ行きますよ。はい、はい、1本目、お、いいですよ。さあどんどん行きます。はい、2本目、3本目、4本目、大丈夫かな。よくできました。あ、よくできました。さあしっかりとリングの行方を目で追って取ることができました。ゴマフアザラシ、野生ではリングよりも複雑な動きをする魚を追いかけて食べています。そのため動体視力に優れており、俊敏な泳ぎもとても得意なんです。さあ続いては後ろ足の力強さを生かした種目です。はい、今度の種目、こちらのチームはマコが頑張ります。はい、こちらからはジャイコも頑張ります。アザラシたちが水中からジャンプしてこのターゲットにタッチします。高さはこれくらいです。はい、では行きますよ。はい、それ頑張ってよ。どうかな。はい、よくできました。さあショーに登場しているアザラシたち、体重はいずれも70キロほどあるんです。これだけ重たい体も後ろ足の力だけで全身が水面から飛び上がるほどジャンプすることができます。はい、続いてがいよいよ最後の種目です。最後は後ろにある滑り台を滑ります。はい、ではここでは陸上での移動の仕方にご注目です。はい、陸上移動するときにはこのようにお腹で張って移動するんです。はい、全身たくさんの毛が生えております。頭から後ろ足に向かってこの毛が伸びていますからね。坂道を登るときには毛が逆立って滑り止め、下るときには毛の流れに沿ってスムーズに滑ることができるんです。さあこの後はこちらのチームのマコとセイコも行きますよ。まずはセイコです。いいですよ。最後はマコです。よくできました。はい、よくできました。はい、それでは、滑り台上手に滑れたところで、全ての種目が終了いたしました。皆様、アザラシのショーいかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、以上でアザラシのショーを終了します。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではこの後は隣のステージでペンギンのショーも行います。どうぞご覧ください。